ステップ、ステップ4じゃなくて、ボリューム4で、えー、今から録が、録音ですか始めます。で、さ、先日、あ、先ほどのボリューム3の続きの話ですけど、魚人の話が出てきましたよね。で、それは、それは、その、魚人っていうので、 結局のところ、豪族の人が魚人だっていうことなのね。で、この見方は、ものの見方は、オカルト研究家とか、オカルトファンから見て、正しい視点なのね。で、これは間違いじゃないし、魚人イコール豪族の人とか、あと、なんだっけ。あの、平安京とかが、 日本でできるかできないかの時に、まだ勢力があって、海運業とかをやってた人たちのことなのね。で、漁業もするし、クジラとかも取るし、当然イルカとかも取って、食料にしてたはずなのね。で、あの、不思議と、あの、親戚にね、いるのね、その、ある人物が。で、その人は福知県の大学卒業して、あの、 正社員か派遣社員かになって、あの、まあ金属、勤続20年 <laughs> すごいですね。20年以上してるんですけど、まあ、その人が別に問題ないと思うんですけど、ちょっとね、私に対して問題発言をしてくるのね。で、その人が何を言うかっていうと、その、やっとレディの話みたいなことをし言ってくるわけ。ね。別に結婚したいほど、 でもいいよって言うほど子供がね、小さい子供がそんな方に言いたくない。固くなりも怖がるぐらいの、あの、キャラ濃い人なのねだけ。だからといって、あの、激しいタイプじゃなくて、大人しいタイプなのね。で、その、何を、それを魚人と繋がるか、おちが、話のオちを求めるかっていうと、そのトランプさんを襲撃した、あの、悪い犯人と、 その、魚人の人があ、その悪い犯人の人と、魚人の話と、あと、なんだっけな。自分の親戚とよく、もう雰囲気が似てるのね。ありえないでしょ。ほんと気持ち悪いよね。まあ、そういうことを含めて、あの、 なんだっけ注意してくださいよ、みたいな世の中の現象でしたっていうお手なのね。で、いや、店主が何を言ったかったのかよくわからないけど、朝起きたら、あの、パソコンが止まってました。あの、ちゃんと、あの、処理するように自動で、長時間かかる処理をしてたんだけど、それも止まってたんですね。で、 で、その処理が止まってたから、あの、天使が止めたんじゃないかなって、あの、判断してるんですけど、あの、占い結果としてね、ポルターライストが起こったんじゃなくって、ただ単に電気製品が止まったから、あの、なんだっけ、天使とかが、大天使とかが介入したかなんかしてると思う。ほんで、 で、結局、何を伝えたいのか知らないけど、簡単に考えると、私は勝つのね。で、なんで私は勝つのかって考えると、大体、私の体質ってあの、海のさ、日本の素潜りして、貝殻とかアワビとか取る職業の人が、アマさんって言って、昔から日本にはいるんですね。で、私はその、 体質を引き継いでるんですよ、みたいな感じで。で、私は、あの、あの人だ、親戚とかより運動能力も高いから、あの、留学とかをするんだったら、あなたの方が有利だし、あなたの方が、あの、間違ってない考え方で生きてるし、いろいろ調べてるから、あの、なんだっけあ、米国に住むのには見込みがありそうな人だから、あの、 私のところに助けに来てくれてるのね。で、助けに来てくれるかどうかっていう、この厳密なところは置いといて、あの、別に、なんだっけ、ね、解説書通りに、天使のリーディングとかをするだけで、ある程度入ってくるから、別に不便とかはしてないんだけど、まあ、不可解な、ね、ことも結構あったのね。で、デコった時があって、後ろから溜まき、 松木じゃないや。後ろから、あの、後ろからなんだっけ、通知される信号無視で、あ、信号無視じゃなくて、後ろ、手信号待ちで玉突き事故で、私が過失ゼロの事故があったのね、日本で。で、その時に、あの、その時の前に、もう天使に本で読んだ通りに、同じように、あの、 守護してくださいとか言って、天使に頼んでたんですけど、だから、その時は、ちょっとひどい事故だったのね。ああ、本当にちょっとショッキングでさ、で、その時、なんでお願いしたのに、あんなありえない事故とか起こったのっていうのは、本当になんか、わからなかったのね、15年ぐらい。で、で、結局、私は、 なんか不可解な事務作業されたわけ、その時。でしょだからその時のゴミを掃除するために、あの、私を、天使が、猫そぎ助けたの。そこまでやるかみたいな。っこからいいじゃんみたいな。でも天使から見たら、許せないこと。で、私はもうちょっと世の中のことをよく見てください、みたいな感じで。 目を覚まさせるための事故だった。みたいで、私が悪いわけじゃないのね。本当ね、ダメだよ。日本の構造っていうのを社会構造になりきってます。以上です。